いちこです。今日は2023年12月5日火曜日です。高松の午前9時半頃の温度は9度で予報は曇りです。雲行きが怪しくなっています。今にも雨が降りそうです。動画は前回の続きからで林町からです。読み上げは松本清張の砂の器の続きからで3回目です。良い作品と思われるのは、監督や脚本家などいろいろ苦労されているのが分かりました。次の読み上げで終了予定です。いろいろな背景が分かると、次に見るときに印象も変わってきますので、これは重要だと思いました。例えば、ジャニー喜多川による性加害問題がそうです。時系列と内容が見えて、ことの経緯が見えてきます。これも、ウィキペディアの記事のおかげで、世界に通じるエビデンスとなります。一部分の文章、文言、映像などの切り取りで、判断するのは早急だと思えます。そこまでに至る経緯を知って、判断しなければと思いました。しかし、1を聞いて10を知るという言葉もあります。これは、物事の一部を聞いただけで、全部を理解できる。賢明で察しのいいことの例え。一を射て万を知るという意味だそうです。難しいですね。記事はできるだけ非表示にします。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。砂の器。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。原作と異なる点からの続きからです。その他にも、原作ではハンセン氏病への言及は簡潔な説明に止められているが、言及箇所は第6章第17章中の2箇所。映画版では主に橋本忍のアイデアにより、相当の時間が同病の不死の姿の描写に当てられている。なお、今西刑事がハンセン氏病の療養所を訪問するシーンは原作にはなく、映画版で加えられた場面である。映画版では、我が栄梁は原作通りの前衛作曲家兼電子音響楽器、現在でいうシンセサイザー研究家ではなく、天才ピアニスト兼ロマン派の作風を持つ作曲家に設定変更された。また、前述の通り、超音波発生装置による殺人トリックは、この映画化以降、一度も映像化されたことがない。宿命。宿命は音楽監督の芥川康氏の協力を得ながら、菅野光明によって作曲された。なお、サウンドトラックとは別に、クライマックスの部分を中心に、二部構成の曲となるように再構成したものが、ピアノと管弦楽のための組曲、宿命としてリリースされた。2014年には、砂の器公開40周年として、ビルボードジャパンにて西本智美式による組曲宿命が演奏された。エピソード。砂の器制作以前に橋本忍脚本野村芳太郎監督のコンビは張り込みゼロの焦点の映画化で松本清張から高評価を得ていた。砂の器を連載するにあたって清張は2人に映画化を依頼している。しかし送られてくる新聞の切り抜きを読みながら、橋本は誠に出来が悪い、つまらんと映画化に困難を感じるようになり、半分ほどで読むのをやめてしまった。しかし清張自らの依頼を断るわけにもいかず、ともかくロケ班に亀岳まで出かけていった。そこで口述する山田洋次とのやり取りがあり、帰郷した後わずか3週間宿にこもっただけで脚本を書き上げた。後に橋本は不死の旅だけで一本作る、あとはどうでもいいと割り切っていたからね、手間のかからん楽な仕事だったと述べている。しかし野村芳太郎が旅のシーンを撮り始めた矢先、企画は一旦お蔵入りになってしまう。当時の松竹社長木戸志郎の命令によるものだという。予算が膨大にかかることが予測された上、大船町を確立させた木戸が殺伐とした刑事映画を好まなかったことなどが反対の理由だと言われる。橋本忍の父親は亡くなる直前、橋本のシナリオ2作品を枕元に置いていた。
橋本の妻が父親にシナリオを送っていたその作品とは切腹と、その時点では映画化が宙に浮いていた砂の器だったという。そしてお前の書いた本で読めるのはこの2冊だけだ。出来がいいのは切腹の方だが、好きなのは砂の器だといい、砂の器が映画化されれば絶対当たると述べたという。これが橋本忍に映画化を決意させるきっかけになった。橋本忍は松竹に砂の器の映画化を断られた後、東宝、東映、大映に企画を持ち込むが、いずれも集客が困難という理由で断られている。業を煮やした橋本はついに制作のため1973年に橋本プロダクションを設立した。野村義太郎もどうしてもこれを撮りたいと希望したことで、当時東宝の制作の担当重役であった藤本実純が橋本忍と話し合い、東宝での砂の器制作を内定。野村義太郎も松竹を離れてもやるとしていた。しかしその後、松竹専属の野村監督を東宝に貸し出すことを躊躇した木戸が本意し、松竹橋本プロの共同制作を橋本に持ちかけた。橋本はそれを聞いて激高したが、野村の顔を立てるにはやはり古巣の松竹での映画化が望ましいと考えて木戸と交渉、松竹での制作が決定した。制作費に関しては橋本プロダクションと折半することで決着がつけられた。橋本忍が最初に本映画のタイトルとして考えていたのはクライマックスの音楽と同じく宿命だった。理由は原作の砂の器の器が読みにくいと考えたためだった。そのため最初の準備稿では表紙に砂の器宿命と書かれている。丹波哲郎も宿命というタイトルを押したが、砂の器の方が売りやすいと橋本が本意し、原作通りとなった。本映画の脚本を橋本と担当した山田洋次はシナリオの着想に関して以下のように回想している。最初にあの膨大な原作を橋本さんから、これちょっと研究してみろよと渡されて、僕はとっても無理だと思ったんです。それで橋本さんに、僕とてもこれは映画になると思いませんと言ったんですよ。そうしたら、そうなんだよ、難しいんだよね、ただね、ここのところがなんとかなんないかなと言って、付箋の貼ってあるページを開けて赤鉛筆で線が引いてあるんです。この部分なんだと言うんです。ここのところ小説に書かれてない親子にしかわからない場面がイメージをそそらないかと橋本さんは言うんですよ。親子の不老者が日本中をあちこち遍路する、そこをポイントにできないか、無理なエピソードは省いていいんだよということで、それから構成を練って書き出したのかな。さらに構成に関して以下のように振り返っている。3分の1くらい書いた時に橋本さんがある日妙に生き生きとしているんですよ、ちょっといいこと考えた前略、その日は我が栄梁がコンサートで自分が作曲した音楽を指揮する日なんだよ、指揮棒が振られる、音楽が始まる。そこで刑事は我が栄梁がなぜ犯行に至ったかという物語を語り始めるんだ。音楽があり語りがある、それに絵が重なっていくんだ、以上橋本ということで、それからは早かったですね。他方橋本はそのような構成を取る構想は最初からあったかという白井義雄の質問に対して、昔から人形浄瑠璃をよく見てた、だから右手に義太夫語りがいて、これは警視庁の捜査会議で喋っている刑事、普通はその横に三味線引きがいるけど、逆に三味線引きは数を多くして全部左にいる、真ん中の舞台はかき割りだけど親子の旅、お客は刑事を見たければ刑事の方を見ればいい、音楽聴きたければ三味線弾きを見ればいい、舞台の親子の旅を見たければ舞台を見ればいい、そういう映画を作るのが頭からあったわけと答えている。以上で途中までの読み上げを終了いたします。
最終更新2023年11月29日水曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。